からマットフィットの30日サマーウォークアウトマラソンをします。30日長いので15、15で動画2本に分けようと思います。エクササイズは毎日1個あるけど、ご飯は今までと同じように週に1回チートデイをします。動画1本1本が短いからできる分を繰り返そうと思います。ことになると辛抱強くない私はいいことを考えました。今日は4日目なので、本当だったらこのフルボディなんですけど、30日プランをまたやっぱり半分の15日にして、だから今日4日目だったら1日に2つやる計算だったらここまで来てるはず。だから今日と明日で2個か3個ずつやって、こっちかこっちまでキャッチアップできるようにして、半分の15日でこのプランをやってのけようという作戦に切り替えようと思います。
We'll be right back.